さん、こんばんは。最近過去の承継ライブミーティングの動画を見直してるんですが、圭介さんがよく言っている深掘りとは具体的にどういったことを指すのでしょうか？深掘り、確かによく言ってますよね。そうですね。これまあ結構上げ出したらキリないんですけど、まあ言っていくと、キーワード、有在庫、専門家、監視ツール、派生、まあ、ジャパン外しとか、検索サイトとか、テラピークの検索機関とかっていうのが深掘りの、まあ今パッと浮かんだ部分ですけど、だと思うんですよね。で、例えばキーワードだけ取ってもいろいろあって、まずキーワードはより短くした方がいいですよね。キーワードっていうのはその再生チェックするときとか、国内の在庫を探すときのキーワードですよね。基本的にその記号っていうのは消した方がいいですけど、商品名、型番とかに記号が入っているもの、例えば、30-D とか、そういったものの記号を消してしまうと、逆に eBay で検索をかけた時にヒット数が少なくなっちゃったりするので、まあそういうところも深掘りの一つだと思うんですよね。型番自体に記号が入っているものは、一回、まあ消しても検索かけたり、消さずに検索かけたり、どっちが多く出るのかなとか、あとはその、まあこれも再生チェックの時ですけど、キーワード入れた時、特に型番とかですね、検索かけた時に勝手にカテゴリーが絞られる時が、あります。そういったときは、左のところからオールにしたりっていうのも、すみません。なんかこれ小技になってくるのがあれなんですけど、あとこれ分かりやすいかな。その大阪勉強会で、まあ福岡勉強会でもやりましたけど、お題を出してリサーチしてもらったじゃないですか。あの時、大山さんがお題に出したのが、あの花でしたっけ？僕のヒーローアカデミアのダビのフィギュアだった、一番くじの。それの略称は何でしたっけ？ヒロアカ。ヒロアカですよね。僕のヒーローアカデミアっていダう。ビじゃなくて、ヒロアカ、ダビ、一番くじ、フィギュアみたいなキーワードで入れたのか。そう。とか、あの花とかですよね。あの日見た何とかみたいなアニメとかも略称はあの花じゃないですか。そのアニメのそのままのタイトルを入れるんじゃなくて、まあこれアニメとかに限った話じゃないですけど、略称を入れて検索をかけるとかっていうのもそうですし、まあそれも深掘りの一つだと思うんですよね。開け出したのって気になるんですけど、普段検索ツールみんな使われてると思うんですけれども、検索ツールに、まあ、入れて在庫を探していくかと思うんですが、まあ eBay で、まあテラピークでね、すごい売れてる商品とかで、フリマとかヤフオクとかにもなくて、役所楽天とかにも出店されていない、どっかの独自ネットショップのみで販売している商品とかがすごい売れていたりするっていう時もあるんですよね。で、そういうのはググっていかないと見つけられないですよ。じゃあ、その商品をどういうキーワードでググっていくかっていうと、eBay の商品自体をしっかり見て、その商品なんか、そのショップ名とか記載されてないかとか、そういったヒントがないかっていうのをチェックして、それでググっていったりとかしていくと、そういう独自ネットショップでしか販売してない商品とか出てきたりするんですけど、それも深掘りですよね。そういう商品って、なんか役所とか楽天とかフリマとかを巡回して大量出品するようなツールでは対応できないですし、深掘りのスキルがまだない人は、そういう独自ネットショップで見つけられないですよね。多分深掘りってもうすべての面において必要とされるというか、リサーチにおいてはその何が売れてるのかっていうところもそうだし、じゃあどこから仕入れるのかっていうのもそうだし、これだけを深掘りというんじゃなくても、ライバルセラーをなんかこう研究するときにもなんか必要だし、表面的に出てきてる情報じゃなくて、そこからもう一段階、深いところっていうか、もう一段階調べる手間をかけるかどうかで、出てくる情報が全然違ってくるっていう、なんかそういう意味な気がするんです。そうですね。解釈は人それぞれだと思うんですけど、僕今話したのは結構キーワードとかのことを話したんですけど、例えば専門家であるとか、有在庫とか、あるメーカーの商品を派生させていくとかっていう時は、そういうキーワードとかとまた違って、自身の販売データとか、競合セラーを調査するっていうことも、まあ大事じゃないですか。まとめると、キーワードも、まあ自身の販売データであるとか、競合セラーの調査とかっていうのも、とにかく頭が沸騰するぐらい、煙出るぐらい考える。そういうことなんですよ。だから表面に出てくる情報だけで、なんか判断したり、どうこうするというよりは、そこからもう一段階奥に行くためには、自分の思考で人それぞれ違うから、いろんな方向に深掘りをしていくふうに変わっていくと思うんです。ただ、
表面だけをなぞってるとみんな同じところに行っちゃうんですよ多分。ポケモンカードがいいとか言ったら、うん、その今の流行ってるものだけに例えば行くとか。でももしかしたらもう一つ年代とかを遡ればお宝みたいなのが続々出てくるかもしれないとか、まあ、ポケモンカードじゃなくてもいいんですけど、うん、そんなイメージなんですよね私の深掘りって。もう一つ自分なりに考えたところをこうなんて探っていくみたいな、どの面でもですよ別にキーワードだけじゃなくても、うん、いろんな全部のことで、うんうん、ですね、うん、うん、ケイスケさんのおっしゃってる深掘りってその時その時で事柄が変わってるけど多分根っこの部分ではもう一段階考えて、うん、そうなんかそのやっていこうっていうことが言いたいんじゃないかなと思うんです。そうですね、テラピークの検査期間とか今2年間になったじゃないですか。例えば過去90日で見ていった時にある機材が複数個売れてましたと。で1個だけその機材の中のすごい重要な部品が売れていましたと。これさえあれば、まあ、あとはその外側のケースとかあれば、機材を使えるような部品であれば、これを求めてる人って結構多いんじゃないかなっていう時は、うん、テラピークで2年間で見てみるっていうのと、現在の出品中の状況も見てみて、その部品、出品してる人がいるのかいないか。そこで全くいないっていうことであれば、売れてるっていうことであれば、需要が一応ある商品じゃないですか。だから考えられるのは、そもそも eBay 自体に出品されることが少ないから、テラピークの利益も少ないって考えられるわけじゃないですか。そういう場合だったら僕だったら出品していくんですよ。まあ、無在庫にするか有在庫にするか、時々の判断ですけど。なんかそういう感じで、うん、まあ、とにかく考えると。で、なんかいつも、ね、ちょっと同じ着地になっちゃってる気はするんですけど、一番いいのはやっぱり実際にリサーチであるとかアカウントの状況を通話で見させていただくっていうことですね。リサーチに関しては見せていただいて、もちろん応答リサーチの基本的な流れから外れてないのかっていうフィードバックもしていきますけれども、まあ、時にはリサーチを見させていただく中で、まあ、ある商品をリサーチしていってヤフオクで在庫見つかりましたと。で、そのヤフオクの仕入れ元出品者の商品一覧とかを見ていった時に、この人はおそらく業者だろうと、一回仕入れて直接つながりを持てる可能性があるので、まあ、僕だったら一旦有在庫として持ちますねみたいなことも一緒にリサーチしていけば言えますし、王道リサーチから外れてないかっていうそういう改善するだけのフィードバックではなくて、プラスアルファのスパイス的なアドバイスも入れられるので、まあ毎回同じになりますけど、実際にリサーチを見させてもらうのが一番ですね。もうすべての情報を一緒に見れるんで、うん、そこが一番大事なところで、深掘りはもう差別化とかになってきて、僕が一番最初に見て結構ああこれ大事だなと思ったのは、仕入れ先で、はい、普通にキーワード入れて出てその中からじゃなくていろいろキーワード変えたりとか、本当にこれが安いとかって、はい、そういうところもうここが一番僕の最初の深掘りって感じたところ で、はい、でそういうのの作業のたくさん積み重ねが利益につながってくるっていうのをすごい感じたので、はい、今おっしゃった話っていうのは本当に大事なことですし、あの質問に対しての回答になってると僕は思っていたので、うん、改めて勉強に僕もなりました。最初深掘りって言ってもなんかどう掘っていったらいいのかが分からなかったっていうのをなんか私今思い出してて、さんがどういう意味なんだろうって疑問に思われるのもなんか分かって、うん、どうやって自分の疑問を解消してたのかなと思ったんですけど、ケイスケさんのひたすら真似をしてたような気がして、なんかそうやっていくうちになんとなく自分の型みたいなのができてきたけど、最初はすごい真似っこから入ったような気がします。深掘りの仕方とかも、うん、こうやって探しましょうって言われたのをこう探してたような気がします。うんうん、結構言ってますけど、ジャパン外しもね、ぜひやってみてください。うんうん。